シャリ川、流域シャリ川シャリ川は、アフリカ中央部の中央アフリカ共和国などの国を流れる全長9 4 9トルの河川である。流域面積は548,747平方キロメートルに及び、茶ど湖に流入する水の90%を提供している。主要な支流としてロゴーヌ川がある。中央アフリカ共和国に源を発し北へ流れ、 チャド共和国に入る。チャド共和国のシュトン・ジャメナでロゴーヌ川を合わせ、カメルーン共和国との国境沿いに北に流れチャド湖に注ぐ。シャリ川流域には、サールやン・ジャメナといった都市を含むチャドの人口の多くが集中している。このシャリ川での漁業はこの流域の産業を支えている。中でも、ナイルパーチは重要な産物となっている。シャリ川本流は、 チャドの民族分布の境界線となっており、これより、北側はイスラム教徒の多い北部諸民族が、南側はサラニーを中心とするキリスト教徒、アニミスト中心の南部諸民族が居住している。また、シャリ川以南で栽培される綿花は、チャドの重要な輸出品となっている。増水期には、下流からサールまでは、航行が可能となる。チャド盆地の地域史と、農牧業。 P235 石山春。2007年4月10日、朝倉書店。西部、中部、アフリカ P212 田辺広。竹内忍監役朝倉書店2017年1月15日。初版第一冊。西部、中部、アフリカ P214 田辺広。竹内忍監役朝倉書店2017年1月15日。初版第一冊。田辺広。 島田周平、柴田京平、1998、世界地理大百科事典にアフリカ P370、朝倉書店 ISBN42 億5416万6621。ありがとうございます。